の宝飾品ですよ。剣に浮上してはもらえないか。古い縄倉でアバンを取る。いとこはドラゴンとの戦いに出てるんだが、こっちは警備任務だ。自分がドラゴンボーンでまだ知らないだけかもしれないと考えることがある。シルバーブラッドに知られるだろう。サルモールはタロス崇拝者たちにどう対処すべきか分かっている。薬を調合するんだろう。エールを作ってくれないか。私はイグマンドの叔父で執政だ。市長がオースオーンに賞金をかけたようだな。詳しいことはこの布告を見るといい。一人で探索してると寂しくなりますけれど。ここではまずい。ついてきなさい。離れなければ衛兵は手出ししてこない。バカ犬だな。何事もないな。イグマンドの父親に忠告したことをそのままイグマンド自身にも伝えたい。用心しろ。薬に来たっていうことか。何が目的だ。そうか、お前はウルフリックのスパイだったのか。時にあの男が正しいことは否めない。しかし私はウルフリックが何をやりかねないかこの目で目撃した。彼はマルカルスの友人でもなければ私の友人でもない。唯一無二の忠誠を誓うのは私の甥とこの町だけだ。もし大量の銀と武器の積み荷のことを言ったら。いや、私たちが合意するまでこれ以上は言うまい。
選択の余地はあまりなさそうだな。わかった、ゴールドのぎっしり詰まった財布でいいだろう。荷馬車でソリチュードに運ばれていったよ。急げばまだ追いつけるかもしれない。キャラバンはかなり進むのが遅いはずだ。積み荷はとても重いし、護衛が大勢ついているからな。この話はなかったことにしてくれ。手紙を読まなければいけない。何が必要かな。この道はきついぞ。快適な旅になりますように。不思議な光景、買いに来る者もいれば盗みに来る者もいる。止まった。何なんだ。確かにドラゴンは心配の種だが、ご命令のままにしなければ奴らを避けること。行こう。戦争はどうだ。簡単に逃げられるわけじゃない。あら、それは逃げ出す理由じゃない。分かったわ。案内にね。なぜって、戦争は商売の追い風になるからだよ。もちろん。よし。本来は砂漠の生き物だけに北風の冷たさが身に染みるよ。
止まった。何なんだ。ご命令のままに。行こう。金目のものを出しな。さもなきゃ魚みたいに腹渡かっさばいてやる。そうは見えないな。じゃあ気が変わらないうちにとっとと消えな。
カルモールの公務の邪魔なの。人間を崇めるのは不道徳よ。違法でもあるわ。忠実な帝国の民はちゃんと知っているはずよ。何か打ち明けたいことがあるんじゃない？正確ではないわね。自分の好きな神様を崇めるのは自由よ。でもタロスは人間よ。そう考えないのは異端者だけね。そして異端者として死ぬのよ。ここに来るべきじゃなかったのよ。何なんだ？ご命令のままに。案内してくれ。